さあ、またやってまいりました。シダ、シダ会ですね。シダ会ですね。はい、ジェイビスゴルフレンジャー、はい、レンジャーのシダ番長のブルーに、はい、ブルーです。今回またシダしてもらうんですけども、今回は、店長何ですか、これは。ピンの G410LS テック。LS テック。LS テック。7月発売。その G410 で LS テックがつくと何か変わるんですか？変わります。何が変わったんでしょうか？ピンの中心クラブがプラスという、はい、種類がございまして、それからするとこちらの方がロースピンです。ロースピンのロースピンテクノロジー。あ、LS ロースピンテクノロジー。はいはい、ね、同じ俺ボットも同じだ。そうです、はい、こっちが9度でこっちが 10.5 ですが、まあだいたいプラスと比べると300回転ぐらいバックスピン量が落ちるように作ってます。ということは、はい、スピン量が多い人とか、そうですね、多い人でちょっと老けちゃうんだよね、はい、いつもとかっていう方にはすごく効果的で、はいはいはい、逆に例えばボールを単純に上げたいとか、はい、捕まえたいっていうのはこれではなくて、プラスであったり、SF テックであったり、そっちの方が、捕まりが一番いいモデルもありますので、そちらをおすすめします。全部カチャカチャあるんですね、はい。そうですね。これはカチャカチャがありまして、今、通常がまあ真ん中についてますが、プラスと一緒ですけれども、こっちにつけるとドロー。まあ、捕まりやすくなります、フェードになりやすくなりますっていうような重りの付け方ができます。あとは、例えばこっちの当たるところですね、当たるところがいつもヒール寄りだよっていうことであれば、こっちのドローの方が当たるところの後ろにウエイトがあった方がパワーロスが少ない。なるほど。というふうに見てもらえる。わかりました。早速それではじゃあブルーさん、はい、石田番長、はい、早速やってもらいましょう。まずはシャフトが、はい、ノーマルの S シャフトです。S フレックス S アルタ、はい、うん、アルタ、アルタ J J J CB S、はい、CB S、まあ、S ですね、まあ、ブルーさんがちょっと物足りない物足りない重さかもしれませんけど、ただなかなかよくできているシャフトでして、打っていただければ分かると思います。んひょー、素晴らしい、いい球やな。一発目でこれはいいんじゃないですか。もう十分ですよね。朝一のショットがこれだったら完璧でしょ。何もいいことないです、ね、いいフェード、はい、いいフェード。じゃあもう一球、はい、こんな本場で出てほしいな。このドラマいいっすね。いやー、ナイスショー。いいフェードが出るよ、これ。かなりオートマチックに。すげえ。うわ、マジか。フェードでこれで飛んだらもう入れとくんです。ちょっと引っ張ってみる。ちょっと引っ張り気味、うん、引っ張り気味に打ってみようか。そんなテクニックありますか。いや、大丈夫でしょう。気持ち引っ張るだけだから。うお、結構振ってもうん、いけてますね。うん、いや全然、うわ、めっちゃ飛んだ、うんうん、何これ。ミスショットが1回もない。そう、ミスショットがないな。これ大丈夫ですか、これ本当に。これ計測器合ってる。計測器が甘いですね。いやいや、そんなことない。いや違う、どう考えても当たってるからね、ちゃんと引っかかったね。見事に。あ、でもいいね。軽いドロー。うん、打ててるね。引っ張った分だけ距離があっていうのはありますけど、うん、悪くないです。悪くないですよね。事故ってないですよね。事故ってないです。なんだこの正確さ。ヘッドスピード50目指してるから、このヘッドスピード。ちょっと引っ張るとか何も気にせずに気持ちよくスパンと、まあ、フェードが出やすいのかな今。まあ、でもフェード出るんだ。フェードになるんだ。え、これいいな。うん、まだ今自分でやる。今のいいミス。いいミスだ。じゃあシャフト変えてみますか。シャフト
それか、全部フェード出てるんでドロー側にカチャカチャするとどうなるか。カチャってしまうんですよ。小野さんにちょっと気になっちゃうんですよ、うん、はい、それで変わったら面白いね。スイングは減らしたいけどボールも捕まえたいよ、うんうん、さあそのカチャカチャを見せて。はい、カチャカチャが今こうなりましたね。ドローポジション、うん、真ん中から違う。なんか違う。あ、マジだ、変わるんだ。捕まりましたね。変わるんだ、本当に。こんなにすげえな。今スライス回転じゃなくなりましたね。うん、まっすぐになった、うん、うわ、合ってます。しかもめっちゃ飛ぶ、やばい。わー、いいかも。そのポジションいいね。うん、このポジションいいかもしれない。だいたい今向こう、まあいろんな黒とかも割とドローポジションに入れてる黒が多いです、うん、まあ分かってるのがいいね。そうですね、うん、引っ張っちゃったって、はい、ラスっていう、はい、はい、結構詰まってるよ。でもフェードが出ちゃう。そうだね、いや引っ張れてるってことだよ、ね、だから一人も伸びてるんだよ、こっち。あ、素晴らしい、素晴らしいですね、はい。ちょっとイエローもピンを打ちたいということで、はい、ちょっと打ってみよう。ちょっとね、あの撮影したいで打ってもらったんですよ。とんでもないことが起きました。でしゃばってすみません。マジでイエロー結構スイングも変えたみたいなんで。スイング変わったんですか。うん、スイングっていうかグリップを変えたみたいなね。これちょっと右っすね。それでもだよ。え、これで何違うとか言えてんの。違います。全然違う。220だもんね。全然違う。イエローの、いや、捕まれないからまだ。イエローが言わないセリフ入ってる。おお、いい当たり。擦ってんな。イエローが擦ってんだって言いましたよ。擦ってるって言えんだ。分かるんだ。擦った音しかなかったのに。昔から言ってればずっと擦ったって言ってました。また擦っちったよ。また擦っちった。さっきめっちゃ食ってたんですよ、ね。食ってたね。擦った。いやそれでも、変わったね。いや。だって225度が飛んでんだよ。見てますみんな。皆さん。事件だよ。いやもう200って文字が出てるだけでね、うん、イエローじゃないみたいな。おー強い球、うん、まあまあ、うん、もう右行っちゃうな。いやー200はいきますね。でもいいよ、220以上は飛んでますね。これは何かっこいい。次が、天星。そうですね、天星。天星シャフトがかっこいいな。天星見てくださいよ。あ、びっくりした。6度かと思った。9度ですね。9度。6度は打てないよ。もうドラゴン仕様で来るんだろうな。ほぼパターじゃん。大丈夫ですよ。びっくりした。やっぱすごいね。やるね。なんかぶっ壊そうな音してる。すごいよ、うん。初速がすごいわ。ぶっ壊しちゃおうとしてるもんね。いやなんか270の壁越えたいな。どこ目指してんの君。300。いいよ。てか本当ミスないね。練習番長すごい、うん、あ、いいじゃん。いや十分だよ。もうちょい。269。さっきのシャフトとはどうですか、違いは。ドロー
あそっか、それでいけるじゃん。でもこっちの方が多分、ね、あのシャフトとしては棒っていうか、あこっちの打ちやすいし、あやっぱブルーにはそうやっぱ硬ければ硬いほどいいんだよ。こっちの気持ち硬ければ硬いほどいい。硬い方がまああんまり締まんない方がすげえよ。すげえよ。数値的には嬉しいですね。ドローポジションに。そう。っていうことは280ヤードぐらい行くってことですね。おめでとう。そうですね。行きます。いや悪くないぞ。あ右か。右にファーだね。ちょっとね、ブル君力んでますね。いいとこ見せたんでしょうね。飛ばそうとし、飛ばそう飛ばそう。シダノーガだからこれ。いつも通りのスイングしてね。スイングすぐ。持っちゃうからね。いやいいじゃん。ミート率がちょっと悪いかな。それにしてもね、やっぱいいよ。もう。ダメないっすね。いいね。うん、1.4 ぐらいまで行きたいね、ミドリス。1.4 ぐらい行くと、いいんだけどね。いいフェード。ティー少し低くしたらいいですか。ミート率が、お、1.43 まで来た。でもヘッドスピードが急激に落ちた。合わせに行くでしょ。合わせに行くとこうなります。合わせに行くとダメだよ。でもね、これ一つ言えるのは、このピンのこのドライバーが打感とか、うん、全部気持ちよすぎて、うん、いっぱい振っちゃうの。そう、振りに行きたくなっちゃうんですよ。柔らかい系なのかな、なんか潰すみたいな、うん、怪我がない、しかも、うん、打感いい、めちゃめちゃいい。おおぉ、ちょっと低いか、球が。いけ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 。打ち下ろしだったら普通に300超えてくるから、うん、ちょっとこれ打ってもらっていいですか。またまた比較動画。やっぱりね、自分の道具と最新クラブとはどんぐらい進化するのか。進化してるのか。うちの千秋ちゃんの道具に。千秋っつうんだよ、それ。千秋ちゃんの。千秋ね。千秋に行け。いいよ今の。おお、いいじゃん。やっぱ飼い慣らしてるだけありますね。そうだね、千秋は。まだこれ飼い慣らしてるのと一緒ぐらいに増えるからね。うん、じゃあもうこういうとこ慣らしてったらもう15ぐらいは見込めるんだよ ね。多分こっちが飛ぶと思う。打感がめっちゃいいもん。いいね。でブルーさんどうでした感想。いや、これはね、フィーリングだけの話をすると、うん、素晴らしい。うんうんうん、もうね、いや、いいっすよ、飛びますね、これ、ね。飛びますね。で、打感もいい。でもね、聞いてほしいのは、これ、素人意見だから、うん、ちゃんとそういうふうに頭に入れてほしい。まあまあまあ、確かにそう。うん、でも、これはおすすめできる。あと、これね、ガチャガチャがいいね、やっぱり。ガチャガチャね。そう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 。ガチャガチャ。ガチャガチャでも。バランス変えられるね、ドローとフェードで。で、基本的にはドローポジションがいいですね。そうですね。打ちやすいと。そっちの方が打ちやすくて、安心ができるかなと思います。うんうん、シャフトは？シャフトは後半の方が天性。天性とアルタがあるんですけど、天性の方が硬い。硬いですね。防寒。どっちも多分悪くはなかったですよね。悪くないですか。はい。天性の方がより振りに行く人にはいいかもしれないですね、うん、ちょっとブルーはヘッドスピードは分かったんですけど、48から50ある頃と今判明したんで、はい、だいぶちょっと恵比寿ゴルフレンジャーの中では、はい、飛ばし屋、うんね、もうドライバー担当でいいね。もうドライバーだけでいい、はい、で俺が撮る時ドライバーだけでいいで、イエローにも、打ってもらったんだけど、どうでした、はい、いやいや、もう打感も良くて、あのね、なんていうんですか、ちょっと顔の部分というか、かっこいいよね。かっこいいマットで ットでね、またかっこいいんですよ。で、このこれってそのデフォのあれではないですよね、シャフトは。こっちはカスタム、ね。カスタム。はい、アルタが、これがデフォルトについて。はい、デフォルト。かっこいいんですよ、とにかく。男が好きそうな。うんうん、悪そうだよ、ね。悪そう。うん、悪い。そう。コブラとはまた違った悪さが。この顔がかっこいい。そう。これがいいかっこいいよ。
そうだちょっとピンっていう可愛い名前からちょっと想像できないぐらいちょっとマットでイケイケなクラブ、うん、イケイケ、ね、そんな感じです、はいはい、そんな感じ、はいはい、ではこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。高評価言えて俺が言うところじゃん。自分が良かると思って買ったんだよね。それでさっきこの間流したよね、 MCI、うんうん、合わないかもしれない。はい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 、どう？